恩師には死神を超えてもらう。なんだって超えてやるさ。だからこそクイーシーの誇りを取り戻す時が来たのだ。その全てが真実だったのだと確信するに至ったのです。だから僕は全てと決別してここに来た。どこへ行くバズビー。あんたこそどこにも行かねえのか。彼がどんな力を身につけて戻ってくるかわからないってことさ。命乞いってのは勝側がするもんなのか。非常識なことは嫌いじゃない。挽回を取り戻す方法が完成しました。そうサビマル、私の力は未熟に過ぎることを知っている。お前らの常識もこの状況もみんなまとめてひっくり返したくらい。これが本当の袖の白雪だ。帰れ黒崎。何言ってんだよ石田。お前には陛下を止めることはできない。石田、なんでお前が、なんでお前がそこにいるんだって聞いてんだよ。助けに来たぜ。僕は石田瓜生、クインシーの誇りにかけてお前を殺す。ここからが本当の絶望だ。